乱直過紋が、カリフォルニア州、ランチ乱カモンガは、アメリカ合衆国カリフォルニア州の南部、サンバーナーディの群に属する都市である。2000年国勢調査で、の人口は12万7743人だったが、2010年では16万5269人となり、29%増加した。2006年11月7日の選挙で市長には、 ドナルド・ジェイカース博士、シティマネージャーには、ジャック・ラブが選ばれている。ランチョ・カモンガは1977年に姿勢を、敷いた。この時、アルタローマ、クカモンが、エティワンダの革未編入地域が合併して、ランチョクカモンが市となった。ランチ乱カモンが認知する。ロサンゼルス市からは東に、約39マイル、62キロメートル、クカモンがバレーの中にある。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は37.5平方マイル、97.0km であり、この内陸地は37.5平方マイル、97.0km、水域は0.01平方マイル、0.03km、水域率は0.03%である。川、はやべトレール、オールドスパニッシュトレール。 サンタフェトレイル、元アメリカ国道66号線。現在は、フットヒルブールバード及びエルカミノレルが交差する場所に、ある。以下は2000年の人口統計データである。断カモンガの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用ストップ10は、以下の通りである。地域の大半は、住宅地区となっているが、隣接するオンタリオ。 フォンタナ各市と同様、南カリフォルニアの物流産業の一大中心でもある。これは、週刊高速道路やオンタリオ国際空港に近いこと、市南部の広大な元農業用地が使えたことによっている。ミリケンアベニューのアーチボルドとエティワンダーアベニューの間、フットヒルブールバード、および4番通りの周辺地域、約7平方マイル。 1 8トルは、主に大規模な物流センターで占められており、さらに小さな製造会社がある。この地域は、ヘイブンアベニュー沿いの繁盛するオフィスパークで取り囲まれており、またテラビスタタウンセンターのような商店街、市中心部のマスタープラン、2平方マイル、5トル弱の一部、オンタリオ市内にある4番通り沿いのオンタリオミルズのようなショッピングセンターがある。市内には、 カリフォルニア州では唯一の成功所を創業するため個製鉄所がある。この成功所はスクラップカーや部品の鉄くずをリサイクルし、鉄筋を製造している。市内にはマイナーリーグの野球場であるエピセンターがあり、乱直家紋がクエイクスがホームグラウンドにしている。クエイクスのマスコットトレモアはラリーザウルスである。毎週土曜日の試合の後に、 花火が打ち上げられている。首都タンに建設されたビクトリア庭園ライフスタイルセンターはフットヒルブールバードとディクリークブールバードの交差点にある。隣接するオンタリオアップランド各市のような伝統的商業中心街が乱直家門画では発展しなかったので歴史的にベッドタウンとなるべくして発展してきたこの街により伝統的で 都会的なデザイン要素を取り入れるために、ビクトリア庭園の設計には特別の努力が払われた。大規模アンカー店舗、フードコート及び周囲を取り巻く広大な駐車場といったショッピングセンターの伝統的性格を維持しながら、2車線道路に囲まれたブロックには商店舗を配置し、繁盛する景観を作り、店の前にはメーターのあるパーキングロットを作って歩道にすぐ上がれるようにした。 メインストリートが二つあり、市中心部を東西に貫いている。この間の南北道路は歩行者の軸であり、アンカー店舗である、マーシーズから一帯の多目的オフィスビルの間にある、タウスクエアを抜け、ビクトリア庭園文化センターに至る。このセンターは570席の劇場と私立図書館を内蔵している。ここには、フードコート以外に、レストランもあり、カリフォルニアピザキッチン、 フレミングズ、牛角、ヘンリーズパシフィックグリル、ジョニーロケッツ、キングズフィッシュハウス、ルシルズバーベキュー、PF チャンズチャイナビーストロ、リチーズダイナー、TGI フライデーズ及びヤードハウスなど、チェーン店や特徴ある飲食店が揃っている。ここには12スクリーンのシネコン、ANC シアターズもある。ビクトリア庭園の通り向かいには、 南カリフォルニアでは唯一のアウトドアワールドスーパーストアのバスプロショップがある。どちらも週間高速道路15号線から見える。断直家ンガ市は1977年に市政を敷いた一般法都市であり、市政委員会、シティマネジャー方式を採用している。4人の委員からなる市政委員会と市長、市事務官、財務官はすべて市全体を選挙区に選出される。 市政委員会が、シティマネージャーを指名し、シティマネージャーは、市政府の管理責任者として行動し、日々の運営、法典の執行及び、市政府の財政的健全さに対して責任を持つ。市政委員会は、市の立法府である。市の最近の包括的年間財務報告書によれば、市の歳入は2億7、830万ドル、歳出は2億4、360万ドル。 総資産14億70万ドル、総負債4億9、210万ドル、現金と投資額5億8、330万ドルである。カリフォルニア州議会上院では、第31選挙区に属する。また会員では、第63選挙区に属する。連邦議会会員では、州、第26選挙区に属している。クック投票動向指数では、共和党プラス4である。 2008年時点ではすべて共和党議員が代表を務めている。2005年、党派によらないベエリア投票研究センターがランチョクカモンガ市を全米で28番目に主的な都市にランク付けした。市内にはサンバーナーディの軍裁判所フットヒルコミュニティーズもある。ランチョクカモンガはサンガブリエル山脈の麓にあるという特殊事情のために 山脈から流れ出るいくつかの水流から起こる洪水の危険性を減じるために市内の多くの管理用水路を使う必要性があった。過去には市内の道路の何本かが繰り返し水で溢れることで知られていた。特にハーモサーベニューは洪水を軽減するために多くの背の高い縁石屋に大きな排水格子が取り付けられている。エネルギーとしては南カリフォルニアガス社から 天然ガスが供給されている。上水道と下水道は、クカモンガバレー水道地区が運営している。ゴミ収集は、バーテックディスポーザル、電話は、ベライゾン、ケーブルテレビは、チャーターコミュニケーションズが担当している。電力は、南カリフォルニアエディソンが供給し、市内エティワンダアベニューには、リライアントエナジーのエティワンダ発電所がある。 この発電所はカリフォルニア州に5カ所あるリライアントの発電所の一つであり、1963年に創業を始めた天然ガスタッキ発電所である。発電能力は640メガワットであり、西海岸のリライアントの発電所の中でも第2位である、蒸気タービン発電機4機があり、そのうち第3号と第4号が常時稼働している。第1号と 第2号と燃焼タービンは2003年と2004年にお役御免になった。ガス排出制御のためにいくつかのシステムが稼働しており、毎年9億ガロン3400メートル以上の再生水が冷却用に使われている。乱直加盟が子の交通はオムニトランスのバス便、メトロリンクの鉄道便及び近くにあるオンタリオ国際空港の航空便を利用できる。 週刊高速道路15号線と比較的新しいカリフォルニア州道210号線への部が市内を走り歴史あるアメリカ国道66号線も走っている。週刊高速道路15号線はかさ上げされた土森の上にあり市の南東部を斜めに横切っているので工業地域の大半小さなショッピングセンター及びいくつかの住宅地区を市の大きい側の部分から来させている。 北に向かうと高さが低くなり、隣接するフォンタナ市との北東武士境を形成し、サンガブリエル山脈を抜ける、カホン峠に入る。修道2 1 5号線は、市の北部を東西に、ほぼまっすぐ抜けており、アルタローマとエティワンダの住宅地域をほぼ二分している。この道路の西部は市を抜けるときに掘り下げたところを走っているが、デイクリークブールバードの東では高さが上がり、 サンスベーンクリーク洪水制御路を過ぎるときは高架になり、その後週間高速道路15号線と斜めに交差してフォントナ市に入っている。ランチョクカモンガ市内ではいくつかの教育学区のもとに運営される公立の幼稚園生から12年生までの学校がある。教育学区としてはアルタローマ、セントラル、クカモンガ、エティワンダ及びチャフィの各高校学区がある。 これらに加えチャフィ大学があり、ラベルヌ大学、レッドランズ大学、エベレストカレッジ及び、フェニックス大学のサテライキャンパスがある。また自動車専業学校である、ユニバーサル工科学校もある。最近設立されたものに、私立のアップランドクリスチャンアカデミーがある。高校。男直家門が市には2つの公立図書館があり。 蔵書数の総計は20万冊になっている。アーチボールドアベニュー図書館は1994年に開館し、2008年夏に改修された。ポール・エイ・バイアント書館は文化センタードライブゾイ・ビクトリア庭園の文化センターにあり、2006年8月に開館した。クカモンガという名前はトンバ族インディアンの地名から来ており、おそらく発音はクカマンナであり、 砂のある場所を意味している。ただし、諸小二族、ガブリエリーの士族の州長ベラローカは、その意味が、水の出てくる集落の地であると言っている。クックあるいは、カックは、来る、出てくる、あるいは行くを意味している。アモは、水、湿った、泉を意味し、ナンガは、集落の地を意味する。どちらの解釈にしても、同じ場所を指していることがわかる。市の北部は、 山脈のふもとにあり、多くの掘り抜きの井戸やクリークがある。表面度は、北の山脈から繰り返し吹き下ろす暴風のために、極めて砂と岩が多い。区下門河の別の説では、山を越える光を意味しているというものであり、んが出終わる地名はこの地域のトンバゴ地名の多くに、乱すことができるので、この説は確かに空想力あるものである。この地域は1800年代に、 地元固有の名前ではない例として、初めてメキシコ土地特許地ランチョクカモンガの一部となった。大衆文化の中で、クカモンガという名前は奇妙な五感の地名と受け取られている。ラジオ番組ザ・ジャックベニープログラムのキャッチフレーズの一つには、メルプランクが列車の案内アナウンスで、列車はただいま五番線を出発し、アナハイム、アズサ及びクック。 アモンガに向かいますというものがあり、クックとアモンガの間にことのほか長いポーズを入れていた。この三氏は存在しているが、当時は町としてこのような列車の経路は存在しないことをロサンゼルスの聴衆はジョークとて聞いていた。この宣伝に対する謝礼として乱直カモンガ氏はマイナーリーグ野球場を建設した時にその通りの名をジャックベニーウェイと名付け、 球場入り口外側にジャック・ベニーの銅像を混流した。この銅像はその後、ビクトリア庭園文化センターに移された。偶然にも、ジャック・ベニーウェイは、ロチェスター・アベニューと交差していた。この通り名は、ザ・ジャック・ベニープログラムのエディ・アンダーソンが演じる、登場人物にちなむものではなかった。この名前は三人兄弟の投資家の故郷が、 ニューヨーク州ロチェスターなのでこれにちなんで1889年に名付けられていた。メルブランクは多くの大衆メディア創作の一つで、1948年のメリーメロディーズの漫画、ダフィーはここに眠るの中のダフィーがの声で、また1960年代のルーニー・トゥーンズの漫画ではバックス・バニーの声でこのキャッチフレーズを繰り返していた。カリフォルニアのサーフィンが繋いだデュオ、 ジャンとディーンはベニーのフレーズを取り入れて歌詞を作ったアナハイム、アズーサクカモンがソーイングサークル、ブックレビュータイミングアソシエーション、リバティ55,724という曲であり、1964年にヒットしたライド・ザ・ワイルド・サーフの B 面だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。